で予定では2回戦でおしまいというお話だったんですが、はい、ちょっと時間がまだちょっと余ってるようなので、もしよろしければ3回戦行ってみてもよろしいでしょうか。では次が本当の最後、ラスト3回戦となります。はい、3回戦はですね、ちょっと人狼チームが強すぎということで、はい、初日の占いをありで、あ、いいね、いいですね。最後ぐらい市民チームの勝ちをちょっと皆さん見てみたいと思うので、それはバランスいいね。カードを、回収いたします。初日占いが、ちょっとわからない方にお説明しますと、初日占いというのはですね、最初に役職確認をしまして、そのタイミングで、占い、を預言者のですね、占いを行います。その際にですね、人狼は、お互い確認ができるという形になります。人狼も確認できる、はい、人狼、はい、そうです、そうです。なのでちょっと今までこれちょっと台本にないのでですね、ちょっと早速夜のターンに参りますので、一旦皆さん、はい、はけさせていただきます。はい、わかりやすいですね、はい、そっちの方が。で、じゃあ皆さんカードを確認して、人狼同士はお互いを確認し、預言者は誰か一人、人狼でない方を知っているという状態で、いよいよラスト3回戦、もうこのまま始めちゃいますよ。皆さん準備はよろしいでしょうか。 OK です。はい、では7分間の議論スタートです。おはようございます。お願いします。おお、預言者です。おきなきゃ、はい、早くで、鬼屋さんを見ました。はい、市民でした。なるほど。理由としては正直あれは強すぎたんで、はい、ここはやっぱりまた人狼に来られたら怖いし、市民としては鬼屋さんが市民サイドにいるのがすごく心強いので占いました。なるほど、なるほど。これ対抗出ない感じですか。対抗待ちます。ちょっといいですか、何ですか。市民っていう言い方はちょっとおかしいですね。占い師はあくまで白か黒かっていう話しかできないんで。なるほどね、いいこと言いますね。市民とはっきり言ったのはちょっと僕は。ただそれ言い訳していいですか。あ、どうぞどうぞ。それあのテロップっていうか、スタッフさんが用意してくれた紙に、そのなんて言うんでしょう、あ、書いてあったって、なんとかサイドっていうふうに書いてあったんで。ああ、なるほど。それで言っちゃったみたいな、はい、言葉尻の、まあまあ、はい、ありがちなミスっちゃミス。なるほどね。でもここ対抗出てきてない時点で、平和村ですよね、うん、もうこれ絶対それでいいんじゃない。あ、いいんじゃないですか、うん、はい、ね、だからもうグレーからいっていいんじゃないですか。グレーっていうか、うん、その占い師と、占い師のお告げがあったし、うん、鬼屋さん以外の中からどれか一人でいいんじゃないですか、うん、最初は。いいんじゃないそれで、はい、しかも一個僕提案があって、はい、あのやっぱこれね、ちょっとなんかまあ変なふうになっちゃうけど、はい、黒人さんがやっぱ上手っていう情報が、はい、その事前に回ってて、うん、ちょっと疑われやすいなっていう感覚、うん、それはまあ、あるから、うん、俺なんなら初日そのグレーから行くわけじゃないですか多分、はいはい、俺黒人さんとおかしいと思います。あ、マジですか。まあ、それで僕が人狼笑ったらめちゃくちゃ強くなりますよ。大丈夫ですかっていう発言から僕今聞こうと思ってたんですけど、その発言は村の目線なんで僕国人さんとおかしいと思います、うんうん、国人さん以外のもちろん僕含めた、よかった、それでいきましょう。でも怪しいな。怪しいな。今言ったな、国人さんが いいと思ったんでしょ。いや、いいと思いましたけど。じゃあいいじゃないですか。怪しいなと思いましたよ。でも国人さん今は全部村人、あ、市民陣営で、はい、すごくなんかそのいろんなパターンをあの考察して、はい、で、あの最後に必ず自分が釣り位置に、さっきのゲームですけど、はい、釣り位置になった場合はこうしてねっていうのをアドバイスしてるんで、はい、そういうアドバイスがたくさんあった場合は村目に見ていいんじゃないですか。確かにね、確かに、はい、なんで初日ちょっと頑張ろうっていう、頑張ります、姿勢があったらあれですね、つまり長老的なポジションみたいな。はい、わかりました。長老ポジション、はい、ます、はい、じゃあ余った一人適当でいいってことですか。そうですね、まあもうランダム決めるしかないです、ね、で今日また合わせに行った方がいいですね。確かにね、そればらけるとまたちょっともったいないから、うん、はい、これだって同数だったら二人とも釣られちゃうんですよね。だって同種数だったら2人とも釣られちゃいます ね。それ やばいですね。決戦投票の後です、ね、でもあと2回です、ね、ああ、これ僕目線いっちゃってもいいですか。いい、僕も白出しされたのでガンガン行けざるを得ないんですけど、はい、だって仮にこれもさっきの若干メタ、まあ、僕もなんかメタしやめろって言って言うのは変なんですけど、はい、さっき残ったのがルナさん、小倉さん、加藤さんなんですね、はい、つまりこの誰かが3人が人狼であれば今相当なやる気を出している可能性があるんですよ。うんうんうん、やはりさっきも言ったんですけど、小倉さんはよく喋る方ってイメージが1戦目あったんですけど、はい、2戦目やっぱ落ち着いちゃったんですよね、はい、その際なんと狩人であったと、はい、で3回目もちょっと落ち着いている、うん、で眼差し、燃える眼差し、僕は人狼で見てます。おー、ちょっと待って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 、それ結構メタじゃないですか。1戦目めっちゃ喋ってて人狼だったんですよね。3戦目今僕何も喋ってない。逆張り理論です。
逆張り理論。逆張り理論、はい、その理論で言うと全部僕新論なんだよ、ね、考え方にもよるかなという部分もありますけど、ヘリコプターも飛びます。ただ一個だけ気になってるのが、モコがマジであんまり喋ってないから、ずっと舌はペロペロしてるんですよ。なんかそうなんですよ、喋ったじゃないですか。俺だって完成さんのミスじゃないの、ずっとミスミス言ってるんですよ。やっぱなんかずっとこうやってミスミスしながら喋んないと釣られちゃうよ。喋んないと釣られる、ね、俺はパス出した、助け舟も出したんだから、喋んないと釣られちゃうよっていう、モコさんが情報欲しいな、アピールだろうね。でも正直もう今情報がダサすぎて、やっぱ全体的にフラットに見るしかない。気分的誰、じゃあ書くなら誰ですか。気分でね、それぐらい気分に書くなら出さない気分ですか。はい、小倉さんですね。え、なんで俺だ。理由は、理由ですか、うん、やっぱちょっとまなざし、まなざしというか、そうちょっと眼光がね、おいおいおい、もう人狼なんですけど、大好きを見てるんですよ、猿の目は。間違いない、まなざし、はい、人狼なんです、あなたは。まなざしだって見せないからずるくない。フェアじゃないよね、優しい目見せてくれないじゃん。僕カンセルさん今もう一番ね白じゃないですか、はい、もう占い僕の中では確定してる、まあ、占いし確定でいいですよね。潜伏いないですよね、潜伏いたら出た方がいいですよね、はい、絶対出た方がいいです。もう白角なんで、むしろ小倉さんだった場合絶対出た方がいいです、うん、でも危ないんで。正直今鴨の橋さん、あと何分一切喋ってないですよ。もう決まりの流れになってるじゃん。一切喋ってないですよ。こんだけ喋ってないのに、もう水ないんですよね。なんで水が取れてるの。確かに鴨の橋ここ言わないと。こんな喋ってないの。鴨くらいは鴨の橋さん、あんまり最初ちょっとわちゃわちゃ喋って1回目やられたじゃないですか、1戦目で。ここでまた何か言って1戦目でやられたら、もう僕何にもせずに帰ってなるんで、ここはちょっとじっくりと見て。1戦目釣られたのはあれですよ、別に喋り口数多かったけど、あの加藤さんに対してコビしかなかったんで、推理は話してなかったんで。いやでも加藤さん、加藤さん、ちょっと加藤さんをちょっと誰も狙わなすぎじゃないですか。じゃあ加藤さんが怪しい。いや怪しくないです。じゃあ分かりました。僕あの時間ないからもう決めますけど、はいはい、あの投票先の候補に入れていいです、僕は。おお、うん。僕と、なんであとせめて2人ぐらい出してください。僕村人陣営なんで。うん、じゃあ鎌田さん誰ですか。ここミスったら。え、僕どうだろう。ルダさんがちょっと怖いんですよね。喋ってないんですよね。じゃあ、じゃあこれ言い訳なんですけど、はい、僕1回2回ってその全然喋ってない喋ってないって言われたじゃないですか、はい、で3回目急に喋り出したらめちゃめちゃ怪しくないですか。だっていやでも喋った方がいいよ。自分の推理を喋った方がいい。めちゃめちゃ怪しいからこれどうしようと思って。誰ですか、誰が一番怪しい。一応怪しいやつ1人だけ、1人か2人あげましょう。あー各自開けといた方が絶対いいです。普通にモコさんが、普通にモコさん、普通にモコさん、当たり前のようになかったじゃん。鎌田さんは、鎌田さん時間がないんで早く行ってます。まあ、ルナさん、ルナさん、ルナさんですね、分かりました。まあ、これで LINE がな分かるはずなんで、うん、みんなちゃんと覚えていきましょう、そういうの。ただモコさんはあの、はい、僕のミスを、僕が本当白だった場合にミスを指摘する方は目立つんで、はい、人狼だった場合にそこをミスですよっていうのはリスクがあるかなっていうふうに思ったので、はい、だから僕はモコさんは逆に白目に見てます。なるほど。でもちょっと怖かったのがその人狼であって、はい、対抗で出れなかったから、うん、なんかつくしかないと思ってなんか言った可能性もあると思ったんですよね。ちょっとだからモコさんも怪しいなと思ってて、占い先は絶対言わないでください。お願いします。次の占い先は、まあ、誰も占い先は、これはもちろん、はい、まだいい、終了、議論タイム終了です。1日目、処刑したい人を手元のホワイトボードに書いてください。今回も自由投票になります。投票したい方から挙手をお願いいたします。はい、小倉さん、ルナさん、ルナさん1票。じゃあ僕もル、はい、よろしいですか、ルナさんで、先ほどの言った通りです。じゃあ僕、あ、どうぞ、ルナさん、字が違う、僕はモコさんではい、モコさん1票 で僕、やっぱルナさん、多分ですけど優しい方で攻めれないのかだと思ってて、なんか小倉さん、そこを悪用してる僕ように見えましたね。ルナさんの優しさにつけ込んで意見誘導してるように見えました。ある、ある、失礼しました。はい、僕行きます。僕も小倉さんです。ルナさんはちょっと怪しいかなと思ったんですけど、若干小倉さんの方が怪しいかなと思いました。まあこれで、この投票で変わってくると思います。はい、加藤さん。はい、ごめんなさい、落としちゃった。僕、鴨の橋さん入れます。正直、小倉さん、鴨の橋さん、ルナさんの3人で迷って、すみません、消去法になっちゃうんですけど、鴨の橋さんに入れました。はい、じゃあ僕、じゃあ小倉さん1票です。はい、はい、僕もルナさんに入れます。ちょっと鴨の橋さんと悩んだんですけど、両方ともあんまり考察伸びてなかったので、うん、ただやっぱりさっきよりも口数がやっぱ少なかったのは気になったので、うん、ルナさんに入れたいと思いました。はい、はい、
これで1日目の投票すべて終わりました、小倉さんが3票、ルナさんが3票という形になりまして、小倉さんとルナさんで決選投票になります。なるほど。小倉さんとルナさんはお一人ずつ弁明をしていただき、再度どちらかに投票していただくという形になります。では小倉さんから。あ、僕からですか。あ、はい、それ聞いてからの方がいいですね。そうですね、まあ、初日に僕 CO ないんでちょっと何にも言えないんですけど、単純に僕ルナさんあんま喋らない方なんで、単純になんかその村的な目線でルナさん、僕はルナさん投票した理由なんですけど、ルナさんあんま喋らないんで、これルナさん最終日まで残るとかなり推理しづらくなるんですよっていうのもあって僕はルナさんに投票しました。まあ、意見同調じゃないですけど意見が一緒だなっていう人は、まあ、ルナさんに投票したらいいと思います。以上です、はい、じゃあルナさん。僕はそうですね、まあ、喋んないってやつに関してはなんか急に喋り出したらまあ怪しいかなっていうので喋んなかったっていうだけなんですけど、僕市民なんですけど、あれですよね、これどうなんでしょうね、どうしたらいいんですかね。なんか確かにね、あんまりそのなんていうんですか、上手ではないんで、確かになんかその終盤まで残ったところでなんか役に立たない的な感じではあるかもしれないなとは思います。でもそれぐらいですね。なんででも僕は市民なんで、まあ残してくれるなら残してくださいっていう感じです。はい、はい、小倉さんとルナさん以外の6人の方は投票をしてください。小倉さんかルナさんかどちらかに投票をお願いいたします。皆さん投票できましたでしょうか。よろしいですか。できました。よろしいですか。では一斉にオープンいたします。せーの、ドン。ルナ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 、まさかの全票獲得でルナさんが1日目脱落となります。最後に一言遺言をお願いいたします。まあでも市民ですけどね、僕本当にめちゃめちゃ市民ですけどね、本当に。はい、以上です。はい、ルナさんは脱落となります。夜になりました。生き残っている人は一度ステージ裏へ移動してください。あ、これ一人で喋る感じですか、僕。いやー、あ、一人で喋る感じですか。はい、どうですか、久しぶりですか、人狼は。人狼久しぶりっていうか、本当に全然やったことなくて、本当に最初に僕バチ外観やばいって話したんですけど、これ俺大丈夫かなと思って、これルール説明もされたし、まあ、ルール分かるんですけど、はい、みんなめちゃめちゃ喋るし、なんか僕からしたらなんか本当に喋る人が怪しいかなと思ってたんですよ最初。はい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 、したらなんか喋んない人が怪しいんですねこれ。まあ、どっちも言えるんですよね、喋る人が怪しいって言われるパターンもあれば、喋らなくて怪しいっていうパターンもあるので、そう、ね、なかなか難しいと思うんですけども、だからまあちょっと次から人狼やるときはよく喋ろうかなっていう学びました今日。はい、今回ルナさんを見に来たお客さんもねたくさんいると思うので、ね、はい、います。お、結構手を振ってくれてる。あ、見事に女の子だけですね。なかなかね、ルナさんが人狼をしてるところってあんまり。そうですね、僕あの配信とかでも人狼や自分の配信で人狼やったこと一回もないんで。あ、そうなんですね。人のところでちょっと 1,2 回やったことあるかなぐらいで、はい、ちょっと貴重な今日は、はい、ルナを見れたと。難しいですね、これ。難しいですよね、めちゃめちゃ。今見てご覧になっている皆さんもね、誰が人狼かっていうのを予想しながら見ていただいている方も多いかと思うんですが、ということで2日目皆さん戻ってまいりました。ではお席にお座りください。お席にお座りください。現時点で7名残っている状態でございます。はい、では朝になりました。昨夜人狼に殺されてしまったのは鬼屋さんです。鬼屋さんは脱落となります。お席立っていただいて後ろの方にお願いいたします。それでは議論タイム、6分間スタートです。どうぞ。占い結果言います。はい、小倉さん占いました。はい、人狼でした。よーよー、ですか、後ろですか。ありましたね、占い師です。はい、鎌田さん占いました。はい、黒でした。え、なんで、待って、初日に出てこなかった理由は何なの。初日白だったんですよ、向こう先生が。はい、で
僕投票で、うん、僕にあんな集まると思ってなかったんですよ、うん、で最終決戦でも、うん、ルナさんに負ける気がしなかったんですよ、うん、で占い師って公開すると噛まれちゃうかもしれないじゃないですか、まあまあまあ、だから出なかったですね。まあなるほど、はい、占った理由言っていいですか、はい、さっきグレーで、まあ、最終決戦まで残った、はい、その、まあ、小倉さんを占うか、はい、あと最初にあの自分別に釣り師になってもいいって話してた加藤さん、はい、どっちか占うか迷ったんですよ、うん、で、まあ、ちょっとここは普通に、小倉さん占った方がいいなと思って、うん、占ったら黒と出たんでここは釣らないとかなりまた村内いやてか終わりますね、終わりになっちゃうね、そう白田さんが白だった場合終わるんで必ず釣りたいですね。で僕だとしたら僕が占い師だと先ほどなんですかね頂上決戦なんでしたっけ決戦投手決戦投手ちょっと待ってアラフォーになってもうジジイになってる散々俺やってますってみたいなことで、もう完全にジジイになってる、どうしたらもう死んでんじゃん、決戦投手ね、決戦投手の時必ず CO だから神業するから、それはしなくないですか、そこでしない、だって負けないっすよ、だって喋んないんだもんルナ君、けどそれはね散々だったんです、ぶっちゃけそれは黒いよ、はい、絶対俺も死んじゃう、そこで開けなかったので、その今そこで黒その小倉さんが今占い師使用しました、そこで鴨川さん黒って言われたんで、うん、先でそれは信用するかもしれないですけど、はいはいはい、先のやっぱりカンセルさんの黒を信用します、あ、じゃあその後どうか分かんないってことですか、その後どうなるかも分かんないです、いやでも本当、あ、でも待って、だって俺なんなら鴨川さん真っ白に見えてますもん今、うん、僕白です、小倉さん信用してください、小倉さん信用してください、もう必ず、はい、その後とかないですよ、だって終わっちゃいますよ僕釣ると、そうですか、だからそうじゃないですか、黒出ししてるんですよ、黒出ししててこの人人狼なんですよ、はい、終わっちゃうんですよ、なるほど、まあ、そのセットなるほどって、ゼロ、なるほどってでも結局もうそれ言い出したらもうどう誰にも入れられないですよ、ね、でもやっぱり初日で対抗出ないと村にとって一番きつい状況になるんで、まあまあまあ、決戦のようになってるから、なんで初日で出なかったかってところじゃないですか、はい、いやだから初日で出たら噛まれるかもしれないじゃないですか、それはだってでローラーしようぜってなるかもしれないじゃないですか、2分の1じゃないですか、黒出てから出ようかと思ったんですよね、で決戦投票まで行って出なかったっていうのは、うん、やっぱりそこはやっぱ村目線じゃない、そう村のためじゃない、もしかしたら小倉さんは行ってたかもしれないのに、その時に僕占い師でしたっていう話だったらなんで先に言わなかったのって感じになって、村のためになってないので、村のためになってない占い師だったらいらねえんだよって感じです、だって俺ぶっちゃけ、あ、じゃあ俺先輩になっちゃうじゃん俺ちょっと俺先輩になっちゃうってどっちでもよかったもん、だからそういうことを考え踏まえて、うん、若干小倉さんを行くべきだなと僕は思ってます、うん、今日はだって僕ずっと終わっちゃうんすよ、終わっちゃうかもしれない、終わんないかもしれないですね、いや終わっちゃうってだって、いや終わっちゃうってだっていやだって黒黒なんだもんだって、え、じゃあ待って、はい、さ、モコとか喋ってないからさ、まずモコとかの意見も聞いといた方がいいよ、ね、これは、いや僕も小倉さん黒で見ていて、いや小倉さん最初から小倉さんって言ってましたもんね、いや僕は最初から言っていて、まあ確かにね、だって喋らないんだ、そのなんか先に発言したのは小倉さんなんで、はい、その段階でもだって使用しないっていうのはもう言い訳しようがない、うんうん、確かに、いやだって負けないでしょ、だって1日目から見てて、うん、全然喋ってなかったじゃないですか、決戦投票になってもう絶対負けないと思ったのね、確かに、もう急に喋らないと、圧倒的弱者なの、だってビックスぐらいにもうあなたの名前が書かれてるじゃないですか、隣にいないですか、表現しすぎ、名前が表現しすぎ、確かに終わっちゃうんですよ、だってでも待って、1個だけフォローするとしたら可能性って絶対追っていかなきゃいけないから、1個だけフォローするとしたら本当に白だったら終わっちゃうの、終わっちゃいます、だからその賭けを今もう我々はやってて、はい、で、はい、あなたにとりあえず投票しようという賭けに、村の目線が一致してる、そうです、しょうがないです、絶対ボディーガード初日僕守ってるじゃないですか、いや分かんないです、まあ、それは分かんない、はい、分かんないです、俺鬼屋さん守ってるかなと思った正直、あ、はい、全然あります、ね、それは多分違う人守ってる可能性も、人狼側も勝負に出てそっちから、まあまあ、全然あります、人狼が狙わないって話して、はい、そう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 、となるとやっぱ初日に、うわーこれ先輩になっちゃうよ、はい、もこうさん白っていうことなのか、そうなるとやっぱり僕白ですか、今のところ僕ですか、うん、一番白いんだ、あ、僕はそうです、白ですね、まあ、確かに俺もモコはかなり白く見てる、うん、はい、だから正直僕は小倉さん今日は行かせていただいて、うん、で小倉さんこれで無理やったらもうしょうがないですよ、え、ごめんなさいね、すみません、そう俺も先輩になって先輩になる可能性高いです、だって初夜で出てこないんですもん、出てこないぐらい、真っ白は出なきゃダメだよ、黒って言われた瞬間出るなんて信用できないですよ、いやいやいや、だって勝てると思ったんですもん、え、でもこれマジ終わっちゃうじゃん、じゃあカミングアウトしなかった理由は何だったんですか、じゃあ、だから勝てると思ったんですか、いや勝てると思ったかもしれないけど村に対する危険があるじゃないですか、うん、それを考えてその後から名乗り出て村に信用されなきゃいけないんです、あなたは、うん、占い師として、うん、それをなぜそっちの取ったんですか、え、カミングアウトしなかった方、待って初日あれ占ったんだっけ、モコ先生、モコ先生白で、はい、で鴨の橋さん黒出た、あと一人誰だと思うの、この
え、だから占い太鼓占い太鼓の占い太鼓の占い太鼓だ、ま、僕が本物だと、まあ、確かにね、そういうことで終わっちゃうんですよ。でも、もう僕がもし自分が予言者だったら、はい、黒を予言で引いたときによっしゃって我先にこう手を挙げて黒でしたって言う、うん、言うと思うんですよね。確かに、あ、そんで黒を言ってるから俺ももう絶対言わなかった。僕はなかったな。99%オラじゃないべ。オラじゃないべ。言われた瞬間カムライセン黒やん。違う違う、どっち信用するかって言ったら僕はやっぱ川崎さんかな。え、小木さん、はい、俺もね、はい、あの小倉さん黒だと思って絶対、はい、あと一人ぶっちゃけ誰だと思う。俺ね、なんならカモノハイスさんも怪しいと思って。ちょっと、カモノハイスさん怪しいと思って。4タイム終了してください。死んだとしてもカモノハイスさんつって終わんないパターンあるんですよ。4タイム終了です。東京の時間になります。めっちゃ仕切るやん。2日目、処刑したい人を手元のホワイトボードに記入をお願いいたします。投票の時間です。はい、2日目の投票タイムでございます。1人ずつですね。はい、1人ずつです。はい、小倉さんです。小倉さん、小倉さん で、そして今日カンセルさんは必ず生き残れます。安心してください。以上です。はいはい、はい、カンセルさん、まあ、黒だったので、はい、小倉さんです。小倉さんが2票目。はい、はい、僕も小倉さんです。小倉さん3票目ですね。はい、はい、小倉さんです。はい、小倉さん4票目。僕も小倉さんです。はい、はい、一応、小倉さんの投票は鴨の橋さんという形で5票獲得で小倉さんがこの昼脱落となります。最後に一言遺言をお願いいたします。いや、まあ、あとは猛攻先生に託しますね。猛攻先生あと頑張ってください。本当に夜になりました。生き残っている人は一度ステージ裏へ移動してください。い、はい、なるほどね。2日目の夜です。なるほどなるほどなるほど。小倉さんは死んでしまったのでこちらに。あれ、はい、ああ小倉さん、なんで起立しちゃうんですか、あなたは。え、なんで起立しちゃったんですか。疑われて、疑われして、何ですか。その結構僕、小倉さんのイメージって、はい、割と1戦目、2戦目淡々とこうローン立ってるイメージがあったんですけど、はい、急にこう立っちゃって、うわっってなっちゃったんで、うん、あれやっぱ黒く見えちゃうような立ち回りというか。黒く見えますもんね。見えちゃいましたね。めちゃめちゃ怪しかった。立っちゃうんで、うん、ね、陣のゲーム座ってやるもんですけど、こう立たれちゃうともう多分加藤さんとかもローン言えないんですよ。立ったってもう無理なんですよ、これ言うのって。ローンが通らないんですよね。立った方が気持ち伝わるかなと思って。多分黒人さんのマインド的にも、うん、もう立ったこいつはもうこんな斬新なカミングアウトもないとは思ったんですけど、やっぱボディランゲージ、アメリカの裁判をちょっとイメージしたんですけど。確かに海外はグローバルってこう、うん、そうそうそう、話し方もこう使えますからね。ある意味オーバーリアクションを後ろに見せるっていう、確かにそういう目線であれば釣られちゃいましたね。やっぱでも釣られましたよね。立っちゃったんだよね、やっぱり。立っちゃうと厳しいかなと思うんですけど。残り5名で3日目を迎えます。残り5名で3日目の朝を迎えます。ゆっくらセット。昨夜人狼に殺されたのはカンセルさんです。カンセルさんは脱落となります。なるほど。残り4名で、昼5分間議論スタートです。どうぞ。俺すごい、あ、僕1個だけいいですか。気になったことがあって、はいはい、あの黒人さんの、はい、昨日の投票の時に、はい、おっしゃった言葉って何でしたっけ。いや俺めっちゃ、必ず生き残れます。誰がですか。カンセルさん。カンセルさんです。それどういう発言なんですか。僕正直カンセルさんをまあ、人狼側にはもうナイトがいないと、あのボディーガードがいないとバレてるんで、うん、あの正直カンセルさんを初日守ったっぽいんですね、うん、ナイトの人が。まあまあそう、多分そうですよね。なんで白出し噛まれて、でその鬼屋さん行ったじゃないですか、白出し行った、うん、で僕絶対カンセルさんを生き残らしたかったんで、僕市民なんですけどナイトのふりして死んでたんですよ。確かに俺なんかそういう動きかなと思って、黒人さんすごい白いと思ったの、はい、ナイトじゃないだろうけど、そのナイトのふりして、そうだからカンセルさんをもう守れるんだよっても人狼に行ったんですけど、人狼はそれ見抜いて、もう人狼は行ってましたね、カンセルさん。そうですね、はい、ということでした。でもうこの時点でこの村の4人の中で一人もう完全に真っ白がいるんですよ。はい、占い先のもこ カンセルさんに占われてる。いや、占われてないです、鬼屋さんです。あ、そっか。そうです、鬼屋さんだけ。え、じゃあ全員グレーしかいないんだ。全員グレーです。これじゃあ意見出し合わないと本当にここで負けちゃいますよね。そうですね。じゃあ行っちゃおっかな。あ、出た。もうですか。何、もう収容行っちゃおうかな。占い師、占い師、
ボディーガードです。ボディーガード、ボディーガード、はい、なるほど。初日誰守りました？初日は、カンセルさん守って、はい、うん、その次僕あの加藤純一さん守りました。おー、なんで俺を守ったの？それ僕国林さん の, あの最後のセリフ引っかかっていて、僕国林さんちょっとやっぱ苦労かなと思ってるんですよね。なんでかっていうと、なんかもう生き残りますみたいな言い方しといて、なんかもうなんかあたかもそのなんですかね、もう市民陣営みたいな。あー、なるほどね。さっきの偽るような発言をなんかドヤ顔でしてきたんで、鬼屋さんパターンで、はい、で国民さん多分もうあの狩人行かれたんかって思ったんですね。でまさか生きてると思わなかったと。行かれてる可能性があるかもしれないんで、狩人に僕を守ってほしいですね、ぶっちゃけ。それでグッチョブが出ると思ったんですよ。なるほど。僕狩人って死をしじゃないですか、先ほどのは。なんで僕を守ってくれるかなと思ったんですけど、それがなかったっていうか、その本当のナイトは僕を守ってなかったんでちょっとびっくりしましたけど。え、黒人さんは誰が人狼だと思ってますか？いやー、これきついですね。いや、モコさんか。あ、もうナイトが行かれてて、モコが、あ、そんな、あのなんその、あ、人狼で語ってるって人狼で語ってる可能性もありますし、あ、わかんないですけど、ただ、うん、モコさんが僕じゃなくてなんでうんこちゃん守ってるんだろうってちょっと思いますね、なんで僕守んないの？だからその意図が伝わってなかったと。僕のことを黒と思ったからじゃないですか。まあまあ、だからこいつは信用できんって思ったのがやたら本物っぽいなとも思うんですよ。だから鴨那さんかうんこちゃんになるのかなという感じになりましたね、僕の中で。僕はもううんこちゃんがなんかですね、なんか生き生きしてるんですよ。いや、これ今現状こ最終日じゃないですか。いや、ずっとこの回ずっとなんか生き生きしてて、これちょっとあるんじゃないかと実は最初から思ってて、最後鴨那さんも怪しいって言ったんですよね。はい、まあ、ちょっと噛まれてないのは怪しいですよね。そう、そうなんですよね。僕が噛まれてないのはちょっと怪しい、ね、そう、噛まれてない。実際小倉君が黒崎を出したんですよ、鴨那さんに。もう相方の人狼に黒崎出すバカはいないんですよ、絶対。そうなんですね。だから鴨那さんも絶対可能性ないんですよ。ということはあんたなんだよな。そう、僕うんこちゃんだと思うんだよな。え、ちょっと待って、なんで黒人さんはさ自分じゃないって言い切れんの？いや、言い切れないことはないけど、僕市民のために頑張ってきたって。あ、俺も。あとはその二人に。え、ちょっと待って、俺初日から、ちなみに俺絶対小倉さん来るだと思ってるのね。はい、俺初日からずっと小倉さん疑ってるの知ってるよね。え、それもね、僕演技だと思ったんですよね。もうこれ小倉さんが投票先ルナさん。え、俺言ったよね、3人挙げるっつって。え、小倉さん、ルナさん、鴨の橋さん、はい、この3人の中に僕は人狼がいると思って、この3人誰でもいいから投票するって言って、はい、で僕覚えてるんだけど、最終決戦僕ルナさん入れました、はい、で俺みんながルナさん入れててえって言ったの。はい、それ覚えてます？覚えてます。俺ぶっちゃけ投票割れると思って、どっちでもよかったから、はい、で次の日絶対小倉さん入れると思ってたから、あ、はいはい、でえって言ったので、みんながルナさん入れたのびっくりしたの。そんだけ人狼を黒だと、黒の黒である可能性が高い人狼をここまで初日から疑ってる俺が疑われてるのが正直ちょっと理解ができない。でも3人を疑ってたのでそこまでではないですね。僕もだって小倉さん入ってましたし、僕最初小倉さんって書いてます。俺黒人さんも白だと思ってる絶対。だってさ、加藤さんはさ、小倉って書いてある、ルナさんって書いてあるじゃん。僕1回目小倉さんって書いてますからね。人狼を自分の相方を釣ろうとしてるんですよ。そんなことしますか本当に人狼。だから俺黒人さんは白だと思ってる。そうそうそう。で、じゃあなんでこの2人を、黒人さん白で、黒人さん白絶対白。だって前日のあの動きが、ってことはうんこちゃん白。じゃあそうだから俺は語ってる。そう、モコかカモノハちゃん絶対。いや、俺だからね、いわゆる身内切りって言って、まあ、人狼サイドだけど、もうあの市民のふりしても完全に切りに行くっていうテクニックは、まあ、人狼ではもう定石というか、国立さん特にそれがうまいので、あのもう俺なんかね、もう確実に見切ったんですよ。小倉さんを切りに行ったタイミングがあったんですよ、間違いなく。終了。誰って言ってんの？あいつ議論タイム終了です。聞こえなかった。東京タイムになります。あ、じゃあ僕処刑したい人を手元のホワイトボードに書いてください。好きなタイミングで発表をお願いいたします。加藤さん。僕はあえて一発目に行きます。鴨の橋さん。鴨の橋さん一票。あの身内切りというか援護しました小倉さんは。あ、間違いないと思います。さあ、僕行きます。はい、黒人さんです。黒人さん、はい、はい、絶対黒やん。じゃあ行きます。はい、はい、僕はもう加藤純一さん。加藤さん、はい、お、割れた。嘘でしょ。この3人だ。俺か鴨の橋さんに入ってたら決選投票。じゃあこれで信用できる。最後これだってまだあれですよね、弁明ありますよね、決戦の時はありますよね。はい、はい、これです。なんだこれ。もう全然分かってないじゃん。僕が人狼だった場合こんなことするでしょうか。これで分かると思います。なんで僕はないです。そう、だから国人さんは白なんだって。僕はないってことは分かると思います。だからこれ以外の3人で頑張りましょう。分かるだろ。これで決戦投票です。
黒人さんはもう絶対白なの、前日の夜から分かってるの。あ、昼から。黒人さんは白だから、もういい加減このサングラス聞け話しろ黒人さんは白なの絶対。え、で、分かる。モコさん白。ちょっと、もやし、小倉さんは。今俺が人狼だったら、占いして加藤潤に入れれば終わりなんだ。モコさん白だ。はい、小倉さんは、議論は、やめてください。議論は、投票タイムなので、議論はやめてください。じゃあもう一回投票とか。このまま投票いきましょう。このまま投票いきます。議論はせずに、このまま投票してください。先ほどと投票先を変えても構いません。また、次の投票でございます。これもう一番手に行くことでも、皆さんにも、身の潔白を証明します。僕は鴨の橋さんです。いや、僕は加藤純一さんです。鴨の橋さんですよ。鴨の橋さん、加藤純一さん。はい。ここはもう、揺るがない。あとはもう、僕の、ちょっと、いや、僕、裏番組。やめろよ、けど。それ、お前、なんで堅くなに曲げないんだよ。もうだから、信用しろって。信用して。信用しろよ。俺が信用だったら、これ、入れて勝つだろ、どっちかに。なんで、なんで信用できないんだよ。わけがないんだよ、もう。なんで信用できないんですか。教えてください、マジで。ちょっとこれでも議論なしですね。もう一度、議論なしで。ジャパニーズ無理。最後の投票です。はい、わかりました。ちょい巻きで、巻きでお願いいたします。わかりました。すいません。はい、投票お願いいたします。え、これは、しっかり割れてほしい。え、どういうことなの。しっかりお願いいたします。わかりました。これを最後の投票としたい。ということは最後の投票としたいです。え、これ順番はどうします。もう自由投票で挙手制。これで、ま、残り2人になったらどうなんですか。そこで決選投票を一回やります。もうコメントで全員処刑しろっていう。よろしいでしょうか。これで終わりにしたい。最後の投票です。僕最後に発表したいな。もう俺書いてるんで、変えないんで僕は。はい、では僕変えないんで最後に。なるほど、そういうことですね。じゃあいいですか。はい、はい。鴨の橋さん、お、鴨の橋さん、ちょっと帰ってきましたね。鴨の橋さんが1票獲得です。いいですか。はい、僕モコさんやりました。モコさん1票。はい、鴨、これなんかおかしいよな。いやでも、はい、おかしい。では黒人さんで、はい、お願いいたします。わ、決まっちゃうわ。うわ、やられたらうんこちゃんうますぎる。俺、鴨の橋さんにします。鴨の橋さん。鴨の橋さん、うんこちゃん頑張って探してるもん。佐藤さんは、僕なんか怪しかったんで黒人さんしました。なぁ、はい、お前が一番俺を白いって言ってくれたじゃん。でも間違いないっすよ。鴨の橋さん、僕はギリギリのところで気づきましたね。脱落となります。鴨の橋さんは悪魔ですよ、これ。脱落となります。最後に一言遺言お願いいたします。いや、もう黒人さんしかないっすね。と信じられません、誰も。もうね、もうこれやばいですよ。はい、いやいや、これはやばいです。ではサクサクいきます、夜になります。夜になります。生き残ってる人はステージ裏へ移動してください。残り3名となりました。残り3名となりました、今脱落したのがこの壇上に上がっていらっしゃる5名の皆さんです。これすごいもん。僕ら推理も言っちゃいけない感じなんですか、まあ、一応隠しに触れるようなことは避けていただければと思います。仮になんですけど、僕これ負けてよかったなと、まあ、負けてか噛まれてよかったなと思ってて、11で加藤さんと議論した場合に勝てる日本人ってのはこの日本にいないんですよ。トーク力で彼をまくれるっていう実況者問わずいないんですよ、今日本に。なんでいなくてもこびるよね。いや、これ事実なんです。これマジ事実なんです。あの盤面で最後鴨の橋さんに行くのがまずちょっとすごすぎた。そう、まくれないんですよ、これ。テクニック的にもこれが最後のターンとなるのでしょうか。3名戻られました。ああ、はい。昨夜人狼に殺されたのはモコさんです。あ、終わったわ。そして人狼チームの勝利です。おめでとうございます。やりました。素晴らしかったです。ほらー、もういいっすか、いいっすか。はい、皆さんお席にお座りください。何だったっけよ。言ったじゃん、もう最後。僕噛まれる前に分かったんですよ、見つけたんですよ。おうんこちゃんを。そう、その最初小倉さん占った時にどっちか迷ったじゃないですか、はい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 、で怪しいなと思って占ったら出てたんですよ、うん、わ、これ勝ったと思ったら噛まれちゃって、噛まれちゃったんですね、はい、一手の差で。危なかったですね。確認いたしましょうかね。確認いたします、はい、3回戦、はい、勝利した人狼チームは
小倉さんと加藤さんの2名でした。おめでとうございます。やられた。じゃあ最初がなんかウキウキしてたもん、言ったじゃん、イキイキしてたんだ。最初からウキウキしてねえ。やんちゃなとこ出ちゃってたんだ。やんちゃなところをなしやるやんちゃが。もう分かったでしょ、もうあの人ほんと人を言いくるめる天才だ。そうなんだよ。やばいもの見た、ほんとに。終盤に関して言えば、人狼ゲームの皮をかぶったディベートなんですよ。ディベート一切もう論点がない状態で、どっちがより濃い意見言えるかってことなので、さっきもおっしゃった通り、勝てないんですよ、今。いや、日本いないんです。最後、勝てる人がディベートで。最後に向こうがいた時点で、あ、こいつだったら騙せんなと思って。そうなんですよ、もう俺だから、絞ってたんだよな。僕、カムラジゲ、カムラジゲって言ったら、こいつなんか、あ、黒人しかいないっすわ、みたいな。だから俺最後、向こうに合わせて黒人さんやったら、カムラジゲって言って、やべえ、やっちまったと思ったんだよ。白に見えたんすよ、やっぱ。最初真実の狩人でしたか、マコさんは。俺も本当にボディーガードだった。ボディーガードでしたね。収容するタイミング良かったでしょ、でも。本当に後ろから見てて、ずっと黒人さんをしてて、最後。何やってんだろう、この後ろから何やってんだろうなって思いましたよね。いやでも面白かったですよ。はい、さてさてさてさ て, さて、そろそろお別れの時間になりますけども。うんこちゃんにはやられたわ。改めてですね、一人すごい。一人ずつ、モコさんから一人ずつ感想を言っていただいてもよろしいでしょうか。まあ、そうですね、ちょっと人狼もやっぱ力不足だったので、ちょっとこれから配信とかでやって、鍛えたいと思います。ありがとうございました。楽しかった。僕は本当に先日 の, あの公式配信で、大丈夫ですか、あのダークソウル配信っていうのがモコさんと加藤さんと、あ、やりましたね、27時間10分にわたる長時間を見たり、本当に私の大ファンでいるときに、ね、モコさんのことも助けられたし、なおかつ生でね、本当に加藤さんのディベート的なのもいや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 、日本のナンバーワンは今ここにいるのかっていう、何なの彼は、距離を徳光さんみたいな感じ実感できましたね。本当に僕の中のチャンピオンロードがまさに見えた状況で、動画であればモコ先生、生放送であれば加藤純一ありがとうございます。完璧な、ダブスター、完璧な理論でした。ありがとうございました。いやちょっとですね、やっぱね、加藤さんもどう見ても生き生きしてたんですけど、してないでしょ、俺本当悔しくて、モコさんがね、嬉しかったんで、人狼来たと思ったよ。嬉しかったんで、そうだからね、やっぱモコさんとの、まあ、絆というか、それと勝てなかったなと最後、まさか僕をね、刺すとは思わなかったんで、まあ、面白かったですね、なんかみんな、はい、またぜひ、あれば、機会があれば一緒にやりたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。いや最初めちゃくちゃ緊張したんですけど、すごく楽しかったです。で、まあ、あの加藤さんで本当に人間の強さを感じて、はい、あ、モコさんで人間の弱さをちょっと感じた、そんなゲームでした。また機会あればよろしくお願いします。ありがとうございました。すごく楽しい人狼でございました。あのこんだけ日本語が伝わらないこともあるんだなって何語だったら伝わるんだろうっていうことを思った人狼でございました。あのでも本当、最後に、ね、やられたうんこちゃんにはあっぱれでございました。また機会あったら参加させてください。ありがとうございました。お疲れ様です。まずね、あの人狼をまず覚えようと思いました。僕も配信とかでやって人狼覚えようと思ったのと、はいですね、はい、やっぱり、優しさがどうしてもいいじゃん、人のこと責めらんないんですよね僕なんでなんか次は、まあ、次あるかどうかわからないですけど、なんかちょっと人を責められるようになってやっていきたいと思います。うん、ありがとうございました。うまかったです。前切られてないですか大丈夫じゃない口に近づけたらいいんだよ。いや最後すごい楽しかったです。なんか釣られちゃったんですけど、最後どうしていいかちょっと分かんなかったです。加藤さん、いや、よかった、よかった、よかったですか、うん、最後すごい上手だったんで助かりました。またなんか機会があったらこのしたいなと思います。ありがとうございました。はい、はい、ですね、まあ、楽しかったということがもう全てなんじゃないのかなと思います。ここまでね、ちょっともう夜暗くなっちゃいましたけど、最後まで見てくれた皆さんと、画面の前でね、悪口ばっか書いてくれた、クズども全員に僕はね感謝して、ありがたいですよね。出演者の皆さんにも本当に楽しくできたんで、今日はもう大成功だったんじゃないのかなというふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん3回戦まで長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。お時間過ぎているんですけども、ここで誰が今日の人狼で一番活躍したか MVP を決めたいと思います。MVP はですね、会場の皆さんに決めていただきます。私がですね、モコさんから一人ずつお名前を呼んでいきますので、この人が一番活躍したっていう時に拍手で、
投票をお願いいたします。一人一拍手一票お願いいたしますね。では、順番にいっていきます。では MVP モコウさんだと思う方。はい、拍手。誰がチンパンジーやお前これ。少なくないですか、なんかやけに。じゃあどんどんいきましょう、ねえ。鬼屋さんだと思う方。おー、まあ、カモノハシさんだと思う方。おお、カンセルさんだと思う方。カンセルさんもカンセルさんうまかったよな。黒人さんだと思う方。おお、ルナさんだと思う方。めちゃめちゃ知らなかった。小倉さんだと思う方。ありがとうございます。加藤純一さんだと思う方。もう結局こうなるんですよね。ということで、オープンレクジの MVP は加藤純一さんに決定いたしました。生き生きしてるもん。できるやつじゃねえかこれ。中央に真ん中に。やりましたこれ。できるやつ。ずるいな。忖度なしに完全に実力で取ったんで、こちらのこれに関しては地球上誰も僕に文句言うやつは許しません。完全に 100% 僕がこいつらを倒して地位取りました。なんで堂々と、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。取りました。ありがとうございます。はい、ということでオープンレックでも視聴していただいた皆さん、お付き合いありがとうございました。はい、それでは最後に MVP の加藤さんにこのステージを締めていただきましょう。はい、ではよろしくお願いします。はい、加藤さん、ですね、本当に先ほども言いましたけど、ね、長い間見ていただきまして本当にありがとうございました。またこういった機会があったら、ね、まあ、同じようなメンツで、やらせていただけたら嬉しいなというふうに思います。今日は本当に、出演者の皆さん、スタッフの皆さん、会場でご覧の皆さん、モニターの前でご覧の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございます。